石川くんだから相当面白い言い訳を考えてる。水を鉢からバズーカ出てくる。急に強気。このできる女ムーブがすごいな、やっぱりこの作品は。はい、どうも、アニメリアクターの財前です。今回も楽しんでリアクションやっていこうと思います。今回見ていくのは、ホリミア、ピース、第6話、見ていこうと思います。はい、というわけで始まりました、ホリミアですね。今回も楽しんでやっていこうと思うわけなんですけれども、いやいや、前回、井浦空海ということで、とてもとても癒された、元子ちゃん成分も吸収できたし、もう新たなキャラ、北原くんっていうのめちゃめちゃいいし、この井浦くんのこの聖域感をマジで堪能して、めちゃくちゃ楽しかった回だなっていうところであるんですけれども、今回はお泊まり回ということで、何をしていくのか、もうかなり時系列は冬に近づいていくんだけど戻ったりするんだろうかということで、いろいろ気になるところはありますので、今回も楽しんでやっていきましょう。それでは見ていきましょう。よーい、スタート。さて、靴、これお？お泊まり会だけど、男子でお泊まり会？いっぱいいるよ。さて、ロフト、すごいでかいな。あらあら、あら、なんだ？うん、あははは、そうまでして。すごいな、めちゃめちゃでかいな、家が。すごいな、床しかない。宮村くんがもう、さて、宮村くんと、お、あら、そうか、石川くんは知ってるもんね。まだカミングアウトできてないんだ。暑いっていうことはこれ夏か。さあ、ギッチギチ。あははは、ない。大丈夫、細いからどこでも寝れるよ。すごいな、ロフト付きの部屋なんてあるの？ロフトって賃貸にしかないものだと思ってたわ。とはいえ、暑いって言ってるのに、多分ロフト行ったら多分灼熱じゃないかな。そうか、でも言ったな、そういえば。宮村くん寝るとき半裸って言ってたな。どうしてどうしてなっていいのかというの、返して生きて生きるんだろうか。まだ柳くんが合流してないね。でもここだよね。ここ、これさ、馴れ初めやるのか？京介さんと、堀ママの。さて。さて。完全に。うん。寝てる。やばい。どんな夢を見てるんだ。どんな夢。妹の名前だ。さて、そのテーブルをどかした方がいいんじゃないかな。そうか。戦国ママ、汚くはないね。すごいな。
あれ、ゆうらくん？寝れないって言った方が近いかな。勢いで。あら、すごいな。そのテーブルをどかすのがいいかもしれないね。さて。無理だね。あんなに？すっごい。すごい言い方。さて。やばいやばい。やばい。わお。そうね、意外とぴったりスペースにはまってるな。お、見る？うん。気になるよね。あ、やばい。やばい、あ、やばい。やばい、やばい、やばい、やばい。やばい。まあ、それはそう。揺るがないね。さて、目が、はっきりと言ったな、はっきりと言ったな。やばいやばい、さっきとは異なる意味で。やばいやばいやばい、視覚。でも、そうね、もうまさにそうね。結局知らずか、どっかで。でも多分ここまで匂わすってことははっきりとやると思うんだけどな。知る。何？そうね。おはざます。おはざます。さて。これさ、脱いでるとかない？すごいね。あ、やばい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 。疑われてる。さて。さて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 。あら、御宮村。おはようございます。やばい、死ぬかもしれない。確かに。やばいやばい、言い方。
ールなの？さあ、バック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 。なん、そんな。危ないところだった。宮村くんの膀胱が破裂するところだった。狙ってるって言い方。ねえ、そこは気になっちゃうね。うん。どういう言い訳を考えるんだろう。石川くんだから相当面白い言い訳を考えてそう。さて。うん。お？本当に？水鉢からバズーカ出てくる。やっぱりろくな言い訳を考えないな。本当に温泉事件の時もそうだったけど。うん。気になるよね。もういいんじゃないのって思うよな。高速で入れ墨ダメってないでしょ。そうね。さて、冬だ。あら、かわいい。寒いって言ってたけど。すごいな。ああ、指定セーターって薄いのかな？薄いからバレるとか？わあ、指定だ。さて、うん、中にでもシャツ着てそうだけどね。さすがに中に着てるでしょ、シャツかなんか。あらあらあらら。やばい。あら、あしまった。あ、でも似合う。ファインプレー大賞。めっちゃ似合ってるね、でも。いいな。うん。うん。さて、やばいやばい。さて。あ、そこまで逃げてきたの。全力で逃げてきたな。宮村くんと入れ替えた。カーディガン。イケメンしか似合わない色のカーディガンだよな、あの色。お、エミちゃん。あら。さて、寒そう。そうね。ん？手？手つなぐ？逆じゃない？あら、あら。あらあら。
あら。手？あら。左手。あははは。戦国くん鈍感で可愛いな。なんかいいよな、この戦国レミカップルはお互いがお互いの保護者って感じがしてていいよね。あら。わ、なんかいくつになってもこういう会話してそう。うん。あら。あら。背後から。あら。なんかもう永遠に見てられるな。ん？あら。いいな、何、なんかこのさ、そこはあっさりすかされるのね。まあ路上じゃなければいいんですけどね。何なんだろうこの見守りたくなるこの戦国レミペアは。まさくらちゃん、いいな。なんでこんなレミちゃんとさくらちゃん、レミちゃんと戦国くんは見守りたくなってしまうんだろう。はい。あ、僕戦国くんじゃなかったわ。さて、やっぱりこのトリオなんだね。でもさて、堀さんは、まあそうね、仲は悪くないけど、この二人で行動するのは珍しい取り合わせな気がする。そうかな。うん。どうしたんだろう。あ、疑惑ヒルター。何や、なんか、堀さんがなんかややこしくしてない？それ。やばいやばい。ことをややこしくしようとしてない？堀さん。なんか状況がややこしくなりそう。そうね、堀さんのポンコツ具合も拍車がかかりかけてるな。さて、なんだろう、なんかサプライズかなんかするつもりなのかな。さて。出てる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 。やばいやばい、直球。
面白すぎる。急に強気。やばい。やばい、これ。有楽面白すぎないか。これやっぱりあれっぽいよね。レミちゃんになんかサプライズプレゼントかなんかするっぽいよね。うん、ああ。それやばくない？あら。あら。かわいい。ってことは60点取ったの？それでできるようになるレミちゃん、かわいすぎるな。ああ、58点。うん。ギリ届かなかったんだね。そうか。でも頑張ったよね、かなり。さて。あら。あら、それとは別っていうことだね。いいなあ、なんかこの、いいな、さくらちゃんのおかん力もまたいいな。このできる女ムーブがすごいな、やっぱりこの作品は。できる女子すぎる、さくらちゃん。もう幸せになってほしい。あら。あら。うわあ、もう、さくらちゃん幸せになってほしいな。まあ、なんかもうでも、幸せになってほしいなって思うけど、さくらちゃん割と幸せが保証されてると言ってもいいんじゃないでしょうか。僕はそう思ってる。別にあれだよね。モテないわけじゃなさそうだけどな。すごいいい子じゃんね。見てる人は見てると思うんだけどな。いいなぁ。いいな、でも桜ちゃん可愛いな。いい子だなぁ。てか、できる女すぎてマジで強すぎるな。だから、桜ちゃんがモテない要因になりかねないっていうのはそこだよね。できすぎる。できすぎるから、ちょっと。我ら、愚民、男子では、ちょっと、高嶺の花子さんなんじゃないか。そういう風に思ってしまいます。いいな、レミちゃん会でもあったな。いやでもこの生徒会トリオはみんないいよな。なんかそれぞれの味があるんだよね。それが最高だよ。最高。いいですね。友達ということで。いいね、いいね。めっちゃいいな。はい。というわけで、見終わったわけなんですけれど、いいですね。これは見てて、笑顔になります。私、笑顔になります。最高。いいですね。もうずっと笑ってられるわ、これを見てると。いやー、幸せ。僕は幸せでございます。これを見て。これを見て、笑顔でいれるということが、どれだけ幸せなことかというお話ではありますね。
いいなぁ、いいなぁ。なんか、やっぱり一期はさ、すごいピュアピュア恋愛ライフみたいな感じだったけど、やっぱりなんかこうやってコメディとか人間関係にフォーカスされると、またなんか違った味わいがあるよな。なんか、やっぱりさ、なんか好かれたい、好かれたくないじゃないけど、好かれたいとか、なんかいろいろと考えたりっていう、そういうところばっかり、相手によく思われたいだったり、自分を理解してもらいたいっていう、割とやっぱりそういう欲っていうと、やっぱりちょっとなんか、複雑ななんか意味になってしまうかもしれないんだけど、そういう面でなんかやっぱり物語をこう書いていったのとはまた違うところじゃん。そういうのなく一緒にいて楽しい人たちと一緒にいる日常っていうのをこのホリミアピースでは描いていて、すごい見てて楽しいなっていう風に思う。なんかいいなぁ、なんかこういう青春楽しいだろうなぁ。宮村くんは相当楽しかっただろうなぁ。でも本当にこう見るとね、ここら辺の日常、みんな面白そうにしてるわ、本当に。お泊まりしたりとかね。レミちゃんもいいな。やっぱりレミちゃんとさくらちゃんの関係性めちゃくちゃいいよね。さくらちゃんの魅力をレミちゃんだけは今のとこ理解している。もう100理解してるのはレミちゃんだけ。戦国も理解している。でもやっぱりこういうちょっとしたさ、言い訳の与え方とかもさ、この、もうさ、おかん力の高さよ。できる女すぎるって、さくらちゃん。なんかもうさ、なんか撮ってないよっていう言ったところとかもさ、それとは別だよ、ご褒美とかそういうのじゃなくてっていうさ、その逃げ道の与え方とかさ、素晴らしいなというふうに思う、見てて。いやー、なんてできる女の子なんだ、さくらちゃん。幸せになってほしい。幸せになってほしいけど、もう幸せになるでしょ、この子は。こんな子が幸せにならないはずないと思うんだよね。正直やっぱり最終回でさ、なんか大学になったらさ、なんかどっか行かないみたいな話をして、なんかみんなバラバラにならないみたいなことをレミちゃんは言ってたけど、ちょっとさくらちゃんは怪しいよね。やっぱり大人になればなるほどさくらちゃんの魅力にみんな気づいていくと思うんだよね。可愛いし、なんか何可愛いっていうのはやっぱり見た目もそうだけど、やっぱり心が可愛いじゃん。すごいなんかさ、やっぱり好きな人のためにクッキーいっぱい作ってあげたりとかさ、そういうところが可愛いしさ、その可愛さをしっかり認められてあげるような、本当にやっぱり高校生でさ、やっぱりさ、レミちゃんとさくらちゃんが一緒にいて月とすっぽんとかいう意味のわかんないことを言ってくるような人間ばかりじゃないからさ、大人になればなるほどさくらちゃんの魅力っていうものを理解する人たちは増えていくから、もしかしたらさくらちゃんが一番変わってしまうんじゃないかっていうふうに思ったりもしてしまうところではありますよね。いいね、いいね。めちゃめちゃいいな。それでいてやっぱりまだ気づかないんだね。まだやっぱりニアミスするんだなっていう感じで、いつかはでも見ると思うんだよね、多分戦国くんは。きっと多分会うというか、きっと多分入れ墨を見ることになると思うんだよね、宮村くんのね。そこまで引っ張るんだっていう感じっていうか、やっぱりこのお話を何度もやるっていうことは、この見つけるっていうくだりはあるんだろうね。カミングアウトするっていうくだりはあるんだろうなっていうふうに思う。どうなんだろうね。最終回で旅行したりするのかな。その時に、ああ、そういう理由だったんだっていうふうになるのかな。大学に行けば多少自由になるからさ。まあ高校で入れ墨がダメっていうのもよくわかんないけど、どうだっけ、高校に入れ墨ダメって書いてあったっけ、高校の校則って。僕覚えてないんだけど、ね、ピアスとかはダメだよ、なんか髪を染めるのはダメだよみたいなのあったけど、入れ墨までわざわざ言及してるところはなかった気がするな。入れ墨も多分もう暗黙の了解、不文律としてダメっていう風になってるだけで、校則としてはダメじゃないんじゃないか。もう入れてしまったら取り返しがつかないから別にもう仕方ないんじゃないかっていうところだったりとか、いろいろと思うところはあるわけなんですけれども、いつかね、こうなんか全ての壁がなくなる時がすごいあるといいなっていう風に思いますので、すごい楽しかった今回も。もう恋抱きながら、まあ、次回楽しんでいこうと思いますので、ぜひと皆さん次回以降も楽しんでやっていきましょう。ホリミアはたまんねえぜっていう感じですね。はい、というわけで今回はこんな感じで終わろうと思います。以上、ホリミアピース第6話でした。バイバイ。